藤村和夫は、日本のそば職人。有楽町さらしな四代目店主を務め、そばに関する書籍を多数上司している。山本治虫の漫画、そばも、ん、日本蕎麦案家では、監修を務め、没後も、名誉監修としてクレジットされ続けた。1930年、有楽町さらしな店主、布屋、源三郎の長男として誕生する。 立教大学文学部英文化を卒業後、祖父、翔太郎の訓等を受け、1959年に、有楽町さらしな四代目店主となる。1985年に、直腸癌を患い、直腸の適出手術を受ける。手術は成功するが、これを機に、家業からは引退。有楽町さらしなは姉に任せ、夫婦で箱根山中に引っ越す。箱根で暮らすようになってから、 精力的に蕎麦についての本を執筆する。これは、若い頃から蕎麦業界の会合に、祖父、翔太郎の代理として出席していたことで増えた地域から、自然と身についた雑学であると語り、先達から秘伝として教え込まれた技術や知恵を、遺言状のつもりで書き記しているつもりだと、インタビューにて答えている。2010年に、日本蕎麦協会主催で開催された、 1> 第1回日本蕎麦サミットにおいて第1回日本蕎麦文化大賞を受賞した。2011年81歳で英民した。軽妙な語り口と文体には定評があり、蕎麦職人のご意見番として免業界に貢献した。2011年2月に開催された第8回江戸蕎麦リエ認定講座から最優秀能楽レポート最優秀賞が藤村和夫賞と称されるようになった。 ありがとうございます。